はい、こんにちは、116インズです。さあ、今回はベテラン選手のスランプについて話していこうかなと思いますが、実績のあるベテラン選手が成績を残せていないとなると、チームとしても苦しい決断をいずれ下さざるを得なくなるわけですが、クリーブランドガーディアンズも昨日難しいロースターの決断を下しました。まさか彼がという感じでしたね。マスコットのマスタードをハイエーのレイクカウンティに降格させたと発表しました。 マスタードは今季ガーディアンズの本拠地プログレッシブ・フィールドでイニング間に行われるホットドッグレースで開幕から50連敗という極めて不名誉な記録を残していましてもうとにもかくにもレースに勝てないと。 ガーディアンズも彼を我慢して起用し続けたり他球団へのトレードを模索したりとやれることはやったようですが最終的にはマスタードのマイナーリーグオプションを行使してマスタードをマイナーへ降格あまりに勝てないマスタードに一旦メンタル面のリセットも含めて再起のチャンスを与えることになったみたいですね ガーディアンズのホットドッグレースはホットドッグ定番のトッピングであるケチャップ、オニオン、そしてマスタードに模したキャラクターたちのレースで、まあ参加者が3人しかいなければ50回もやって1つも勝てないということは普通は起こり得ないと思うんですが、実際のところケチャップとオニオンの25勝ずつでマスタードだけ全敗、マスコットのマイナー落ちという異例の事態に発展することとなりました。 ガーディアンズはマスタードのマイナー落ちを発表したツイッターのツイートにてこのような声明文を出していまして、球団内部での熟考と苦闘の末、我々や球団にとって最善の策である非常に難しいロースターの決断を下すこととなった。ガーディアンズとしてもなるべくならこうはしたくなかった。こんな決断下さずに済むならしたくなかった様子が伝わってくる重い文章となっていますが、まあそれだけチームとしてもマスタードの復活を信じて待っていたと思うんですけれども、それが叶うことはとうとうなかったと。 これ以上勝つ見込みのないレースを続けたところで収穫はないと判断し、マスタードにはマイナーで自信を取り戻しつつ、MLB レベルのホットドッグレーサーに戻れるよう努力してもらおうと球団からのプレスリリースには書かれていました。プログレッシブフィールドでのホットドッグレースはインディアンス時代の2005年から始まったイニング間のイベントの一つで、クリーブランドのファンの間でも人気のあるイベントのようですね。 MLB で有名なイニング間のレースとしては、ナショナルズ本拠地で歴代大統領を模したキャラクターたちが走るプレジデントレースや、あとはブレイブス本拠地で元陸上選手の球団職員とファンが徒競走するビート・ザ・フリーズなどがありますが、プログレッシブ・フィールドのホットドッグレースも割とおなじみのイベントであると、 三人いるマスコットのうち、マスタードは昔から割とレース中妨害を受けやすい立場にいて、まあ、というかケチャップがめちゃくちゃあの手この手を使って勝つ、例えばスタートと同時に他の二人を倒して自分だけスタートするとか、そういったことをしてるのが実際のところ正しいみたいですが、まあ、それを除いてもマスタードは以前からものすごく勝っていたわけでもないと。 ただ今季のマスタードはそうは言っても開幕から歴史的なレベルで負けを並べ続け8月8日の試合でついに連敗が50の大台に到達近代野球の連敗の最長記録が1961年フィリーズの23連敗なのでその倍以上負け続けているマスタードが際立つのかなとクリーブランドという土地は2017年に NFL のブラウンズがレギュラーシーズン全敗を喫し負けに関しては苦い思い出がある場所であるため 今期のマスタードの負けっぷりについてはそのブラウンスと比較する声もあるほど、マスタード自身もどうにかこの連敗記録を止めようと色々と努力はしまして、ナショナルマスタードで国民マスタードの日である8月6日なんかは、この不名誉な記録を止めるには絶好のチャンスだったはずなんですが、ここでも敗戦。本人も大きなショックを受けている様子が伝わり、ファンからはマスタードを DFA すべきだという厳しい声も飛び出すなど、明らかにレースに対する自信も失われつつあるような状況でした。 しかし、さすがにあまりに負けすぎているということで、48連敗後に地元テレビ局の WKYC は、ホットドッグレースで何か不正が行われているのではないかと調査。WKYC のオースティン・ラブ記者が球団関係者や、対戦相手のケチャップ、オニオンに突撃取材したところ、3者揃って口を開かなかったことも疑念を抱かせることになりましたが、その後、ラブ記者の尽力でレース参加者全員を集めることに成功し、尋問したもののケチャップやオニオンはそれでも口を割らず捜査は難航。 ラブ記者は不正をしたことがある奴は瞬きをしろと指示しましたが、彼らは瞬き一つせず全く感情が顔に出なかったようで、これには相当困ったみたいですね。 マスタードはケチャップに対してあいつが何かやっているという感じのモーションをしていましたが、ケチャップの成分及びオニオンの成分から違法薬物や運動能力強化薬物 PD などは検出されず、ラブ記者の捜査マスタードが弱すぎる結論で決着することになりました。この件についてラブ記者は4年半、5年間ジャーナリズム大学に通った集大成がこれと一体自分は何のために頑張ってきた記者としての職務を全うできたことをとても誇らしげに話していました。不正なんて全くなかったんですね。 ということで、屈辱のマイナー広角となったマスタードですが、ここから這い上がることができるか、8月8日にガーディアンズのハイエーレイクカウンティキャプテンズに合流し、8月9日のレースから参戦予定とのことです。18年目のシーズンで初めてのマイナー落ちは、さすがに彼にとってもショックだったと思いますが、審議対揃えてまた MLB の舞台に戻ってきてもらって、その時はスランプを乗り越えて一回り大きくなったマスタードの姿が見られることに期待したいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB、 MLB に関する話題を話していきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。